山口博士は、日本の料理人、フランス料理シェフ、実業家。フランスの名店、ラコートドールで、ベルナール・ロワゾーをに指示。2000年設立の神戸北のホテル運営会社の代表取締役で総支配人、総料理長。一般社団法人全日本、食学会理事。平成29年度、卓越した技能者表彰。平成30年秋の報彰。 王子法章受賞者。兵庫県出身。料理人としてだけでなく、神戸北のホテルを再建した手腕を買われ、各地のホテルやレストランのコンサルティング事業も手掛ける。2018年には、第12回ベストファーザー賞員関西受賞。産卵一助の父でもある。少年期に、祖父母が食堂を経営していたため、調理場が暮らしの中にある、生活環境で育つ。 食堂の近くに化粧品メーカーの工場があり、昼休みに多くの社員の来客があった。そこで疲れた客が一杯のうどんをすすって元気になる。姿を見て育ったことが原体験となり、食べることは人を幸せにするとの実感を持ったことが料理人となるきっかけとなる。山口自身、調理場に入り込み包丁を握ってはかまぼこを切って食べていたりした。その後、 高度成長期の真っただ中で、新しい価値観や文化が流入する時代にあって、特に勉強好きでもなかったため進学することに意味を見出せず、10代には料理人となり早く社会に出ることを志すようになる。料理人を目指す多くの若者が憧れる辻調理師学校へは、金銭的理由で行かずに、偶然に新聞広告で見かけた大阪の欧風レストランへ修行入りする。 欧風レストランでは、キャベツの千切りを機械できるよう指示されても、キャベツを機械できるために料理人になったのではないとの思いから、先輩にはバカにされながらも、毎日数十個のキャベツを包丁で切ったりしていたが、常に技術の向上を目指していたことと、元来手先が器用であったこともあり、そのうち重宝がられるほどになる。欧風レストランで6年間働き、 ホテルのフレンチレストランで修行したいとの思いが強くなった23歳の頃、料理長がホテル出身だったことで大阪ターミナルホテルを紹介され厨房に入る。当時、サーフィンでプロを目指すほどに熱中していたほどだった山口だが内定を機にサーフィンはきっぱりとやめ料理一本で生きていく覚悟を固める。ホテルでの最初の配属先は宴会部門だった。現場では シェフが書いたフランス語のルセットが全く読めず、フォアグラなどの食材を触るのに緊張で手が震えるほどだった。ゴミ箱に捨てられたメニューを拾っては辞書と首っだけで調べ、そのうちにフランス語学校へ通うようになる。フランス料理のレストラン中ー,ー入りを目指したが、料理人は数百人ほどおり、その中で選ばれるためにはアピールするしかないと考え、小売彫刻の技術を学び、 料理コンクールで優勝するなどの経歴を重ねて、ようやく、フランス料理のレストランシェフの目に留まり、抜擢される。フランス料理のレストランスタッフは、フランス帰りが多く、フランスの修行経験がない山口は、このことがコンプレックスとなり、本場のフランスへ行きたいと考えるに至る。パリのホテル日光で3ヶ月間だけ働ける機会を、得る。3ヶ月の修行後、 パリの二つ星レストラン、ホージュロンを経て、三軒目に、修行先としたのが、ウルゴーニュの名店、ラコートドールで、ベルナール・ロワゾーに採用された。修行先を見つけるのは簡単ではなかったが、日本人の勤勉さと手先の器用さはフランスでも、定評があったため、日本人料理人は、重宝されていたという。当初は、下働きが主体だったが、それでも、一切手を抜かず。 仕事をしていた。ある日、ローアゾーが厨房で、これを切ったのは誰だと千切りの西洋機を取って叫んだ。それが山口のものだとわかるとローアゾーは、山は天才だ。俺が欲しかったのはこれだ。と言い、一瞬にして認められた。山口はここで、バターや生クリームをほとんど使わない、水のフランス料理キュイジーヌアローを習得する。その後、ダコー ドールの日本出店が決まり、ロアゾーから日本支店の料理長に指名され帰国する。1992年、山口をシェフとし、神戸ベーシェラトンホテルタワーズレストラン、ラコートドールをオープン。フランスの三つ星が神戸に出店すると話題を呼んだが、わずか3年後の阪神、淡路大震災で会えなく、神戸から撤退。花々しいデビューから一転、山口はべてが、 無に返し、居場所がなくなったと感じる。2000年6月2日、山口博士は休業中だった、神戸北のホテルの再建を引き受ける。ラコートドール神戸撤退後、他の神戸市内のホテルで総料理長をしていたある日、同じく震災を受けて5年間休館状態だった、神戸北のホテルの新相オープンの依頼が舞い込む。山口はその建物を見た瞬間、 自分が理想とするオーベルジュがここで実現できると、監督、1999年に、神戸北のホテル運営会社を設立し、代表取締役就任。自ら企画運営すべてに携わり総料理長、総支配人として再建。ここでは、世界一と謳われるロアゾウ直伝の朝食メニューを提供することを許されたほか、科学的解釈を料理に取り込む。ラコート、 ドールのシェフベルナール・ロワゾーの発案による水のフレンチはフランス料理界に新風を巻き起こしたと言われバターや生クリームを極力控え水を媒体として素材の旨味を抽出して凝縮するという料理法で山口がフランスでの修行の結果日本へ持ち帰ったものであるフランス料理ではソースが命と言われるがピュアなソースにより 素材の旨味が引き立てられるだけでなく、カロリー消費が少ない現代人のニーズにあったいに、残らないメニューが可能となった。山口は伝統の良さを引き継ぎながらも、常に美味しいと感じる要素に加え、時代の半歩先を行く新鮮な驚きを味付けにする。守るべきは守り、変えるべきは変えると述べている。ありがとうございます。